はい、皆さんこんにちは。 TTSW YouTube チャンネルです。タッチデザイナーで始める GLSL 第9回になります。よろしくお願いします。今回は今ご覧いただいているようにですね、前回作った円をこうやってタイリングしていきます。これはですね、全く一緒ではないんですが、タッチデザイナーでいうタイルトップに近い見た目のものになります。今回やることですが、まずはこのタイリングをする。で、その後に使い回しやすいように関数を作る。で、さらに使い回しやすいように別ファイルにして、インクルードという機能を使うということをやっていきます。それではやっていきましょう。はい。前回作った円をベースとして使います。ですね、解像度は1280×720 というふうになってます。こんなコードになってます。で、今回使うのが、フラクトという関数になります。これはですね、もう小数点を返すというものなんですけども、これを、カラーの下に入れると、ファクトの P×2 とかやってみます。こうするとですね、こうバーッとリピートされたのがわかると思うんですけども、これが、どんなことをやっているかというと、ちょっと UV で見てみましょう。こうですね、こういう感じになります。この一つ一つが、0から1というふうになってます。トップ2で見てみましょう。こうですね、こういう感じになってます。0から1の繰り返しですね。はい。で、この UV を一回見えなくして、で、このままだと、中心点が左下になってしまっているので、これを中心点を変えます。センターに今00が入っているところに 0.5 と入れると。こういうふうになりましたね。こういう感じになってます。で、このちょっと今びっちりになっているので、この大きさを変えてみましょうかね。3。こういう感じです。これいくつでもいいです。好きなサイズにしていただいていいと思います。的にはもうここから今回変わることはないんですけども、このタイリングと円を描くのを関数にしていきます。これをすることによって、機能の切り分けもできて、コードもスッキリして、さらに再利用もしやすくなります。関数とか、ファンクションとかメソッドとか、そういうふうに呼ばれますけども、一般的なプログラミング言語が持つ機能で、GLSL に得意のものではありません。ではちょっとやっていきましょう。ではですね、このまずはタイリングの機能を関数にしていきます。タイリングをしているのはここですよね。 P イコールフラクトの P×2 と、ここなので、このフラクト P×2 をコピーして、ここに関数を書いていきます。複数のタイリング、その名前は何でもいいんですけど、タイリングというふうな名前をつけました。で、引数がこの P の値とフロートの N としてサイズを指定します。こういうふうになっていて、で、返ってくる変数字がですね、ここでデク2のフラクト P。で、この2の部分を N に置き換えます。で、この関数を使うようにします。タイリングの P2 と。これで同じものができたはずです。試しに数値を変えてみましょうかね。こうですね。4、5とか。こういうふうになります。2のままにしておきましょう。これでまず1つ、タイリングの関数ができました。で、さらに、今度はこの円を描いているコードを関数にしたいと思います。で、コピーして、ここは返ってくる変数はフロートになります。で、ドローサークルという関数名をつけました。ここも何でもいいです。サークルだけでも構いません。サイズ、こちらもどう
に UV のポジションとサイズが入ってきます。で、ここでエラーが出ているのは、このセンターがないのかな。で、これを消します。こうするといいですね。で、この2になっているところはサイズを入れていくと。こういう感じですね。で、ドローサークルを使うと。D イコール P マイナスセンター。どっかでエラーが出ているので Too few parameters、あ、そうですね、サイズのところがいないと。そうですね、こういう感じになります。このサイズを変えればこう変わってくれると、こういうふうになりました。このいらないコードを消していきます。で、今ですね、このスムースステップの後のこの 0.95 とか1とかが、もう固定の数字になってますけど、この辺も調整したければ、この引数に入れて指定するようにしていくと良いのではないかと思います。はい、基本的にこれでいいんですけども、注意する点があって、これらの関数はですね、このメイン関数より必ず上に来ないといけないというのがあります。他のプログラミング言語では、この実行されるところより、例えばこの辺にあったり、下にあっても問題ないことがあるんですけども、GLSL ではこういうふうに書く必要があります。試しにこれ持ってってみて、エラーになってしまうんですね。ここにあって。戻すとエラーがなくなります。こういう感じですね。さらにもう一つですね、インクルードという手法をご紹介します。これは GLSL の機能なんですけども、もしくは他のソフトウェアだとちょっと違う書き方になるかもしれません。タッチデザイナーでの使い方ということでやっていきます。まず、新しいテキストファイルを作ります。テキスト。で、ここにですね、その切り離す機能を記述することにします。で、ここにあるタイリングとこのドローサークルをこちらに移します。こういうふうになりますね。で、名前をそうですね、ピクセル 2D とかつけます。なんというか、この 2D でいろいろやる関数をここに集めていくイメージです。なので、こういう名前にしました。このテキストだとですね、外部ファイルを読み込むこともできるので、その外部ファイルとして保存しておいて、ここに読み込むというやり方もできます。今はここに、このテキストだとにベタ書きしています。で、やることは、インクルード、シャープのインクルードで、ファイル名。では、ピクセル 2D と、こういうふうになります。こうすると、このピクセル 2D が読み込まれて、元の通りになったのがわかると思います。ちょっとコメントアウトしてみましょうか。こうですね、こうエラーが出ます。なぜかというと、このタイリングとドローサークルがないからですね。で、ここをちゃんと読み込みをできるようにすると、直ると。こういうふうになってます。ちょっとここのサイズを変えて調整しましょうか。何ぐらいかな。はい、これで円のタイリングができて、さらに関数として使えることができるようになりました。今回はここまでとなります。 TDSW では毎月2回程度、週末にライブ配信ワークショップを行っています。チケットは PTX やイベントブライトからお求めいただけます。またペイトレオンも利用しています。現在こちらの3つのプランがあります。これらのリンクは動画の概要欄にありますので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。